マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、今日はね、実はね、外にいます。家に帰って撮影する時間がなかったので、ちょこっとした外で今撮影しております。だからね、人がいるからね、ちょっと声小さめなんですけど、今日はですね、こちら、こちら皆さん話題なんでご存知でしょうか。出身地鑑定方言チャート、東京女子大学篠崎ゼミっていうところがね、ジャパンナレッジっていう方々が作ったこちらね、方言チャートっていうのがありまして、47都道府県を100エリアに細分化した最新バージョンということで、なんかね、官邸で質問に答えていくと自分の出身地がこうね、自動的に分かるみたいなね、そういうね、チャートがあります。こういう風に公式でね、動画も出してたりとかね、この先生がいらっしゃるんでしょうけど、これちょっとね、今日やってみたいと思います。では官邸を開始する。これでね、できるらしいんです。で、スタート。はい、出身地とは3歳から4歳、13歳から14歳に生活していた地域を指しますってことですね。はい、第1問。翌日家に不在の時、明日家におらんということがありますか。僕の地方であんま言わないな、おらんって。授業で先生に当てられる時、先生にかけられるということは。先生にかけられるよね。あるあるある。宿題を終わらせること、宿題を終わすということがありますか。なんか言ってる人いたような気がしたけど言わないね、自分は。ぶつけた時、内出血で肌が青黒くなった部分をブス色と言わない、言いません。はい、あなたということをおまんということがありますか。はい、これね、俺の地元おまんって言うんだよね。おまん何してんの今日とか、お母さんとかめっちゃ言ってくる。おまん今日忙しいのとか。はい、言ってる。あなたのエリアはすげえ、新潟県の上越エリアですね。すごくね。そう、新潟県民の意識では上越市を中心とする上越地方、そう、上越、中越、下越、佐渡って分けられるんですよ、新潟で。一番下なのにね、なぜか上越っていう。はい、今後の方言研究のためにあなたの出身地を教えてください。合ってます。すげえ。はい、ということでですね、このように、出身地鑑定方言チャートというのがあるんで、皆さんもね、合ってるかぜひやってみてください。すげえな、なんで分かったんだろう、おまんで分かったのかな。すげえ。はい、ということでね、今日はね、珍しく外からのお届けでしたけど、ぜひ皆さんもね、やってみてください。ちなみにね、ここは、今いるところはね、六本木のミッドタウンにいます。はい、今まだいるかもしれないんで、もしよかったら来てみてはいかがでしょうか。まあまあ、多分もういないと思いますけど。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。